再来年にはもう卒業していないけどな。前から思ってたけど、サクが宇崎のこと好きって宇崎が言ってるだけだよね。そんなことはないと。多分浮かれるのもいいけど、宇崎がサクとそういう風になってもいいと思っているならちょっと焦った方がいいかもな。この人、このまま人の気も知らないでしれっと卒業していくんだろうな。そしたら先輩。どうした？あのですね、なんか言いにくいことか？今さらなんだよ、何でも言えよ。それじゃ言います。おう先輩。2年近くも帰ってこなかったんだからしっかり食べなさい。よく考えろよ、お前がちゃんとしてないとその子が変な目で見られるんだぞ。サク、ここで何の行動も起こさず態度も変わらず、お前は本当にそれでいいのか。新一くんにとって私はそんなでもないってことっすか？いい加減自信なくすっすよ。お前が特別だからなのかな。今俺何言った？大好きや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 。だから最近はお前のこと本当にちゃんと考えなきゃって。先輩。宇崎ちゃんは遊びたいダブル、2022年10月より放送開始。ごめんな花。もう一回。花、悪かった。もう一声。すみませんでした花さん。いいっすね。初めての時より気持ちがこもってたっすね。いいっすよ、許してあげます。でもちょっとずつでいいから慣れてくださいね新一くん。